のハイタイエミリーココユキイシュアルジャパンです。今日は何する？今日は何するか。今日は日本に来るときに気をつけた方がいいことを教えます。イエーイ。はい、皆さんは日本に来る予定がありますか？はい、ありますね。ということで、ぜひ日本に来る前に覚えておいた方がいいことをちょっと教えます。なんか、tips みたいな感じかな。ちょっとね、何個かあって、これもインスタに載せたんですよね、この間。そのちょっと深掘りしようかなって思うんですけど、なんか結構マナーがあるから、日本はご存知の通り。でも逆に海外ではダメなのに日本では OK みたいなこともある。そうだね。そうだから、日本にせっかく来たんだから日本を 100% 楽しんでほしいということで、ちょっと覚えておいた方がいい tips を教えます。はい、1つ目。はい、日本ではチップはいらないです。はい、いらない。お店とかでね、別に美味しくても美味しくなくても、特にチップは入れない。もう好きな店員さんのところにやっていいのかな。まあ、なんかくれるならもらうって感じではあるよね。でもお客さんからお金は受け取れないと思う。私がバイトした時は受け取っちゃダメだった。あ、そうなんだ。あ、でも確かにチェーン店とか絶対受け取っちゃいけないかもね。あ、そうなんだ。なんかもらっても結局なんかさ、一人でもらうの申し訳ないと思って、いただきましたみたいな感じになっちゃう。確かに確かに。なんか好意でチップあげたつもりでも逆に店員さんが困っちゃうこともあるので、本当にあげなくていいです、それね、失礼じゃないです、全然全然失礼じゃないです。普通みたいな。はい、はい、日本にはチップの制度はありません。はい、はい、2つ目。路上ではイチャイチャしない方がいいです。そうだね。そう、日本人のカップルとかはあんまり公共の場でイチャイチャしたりとかはしません。でもやっぱ私一番外国行って驚いたのが、もうレストランでもご飯食べながらチューしてるとか、もう信号待ちでチューしてるとか普通なの。確かに。だからそれに驚いて、日本ではもうありえないです。刺激的すぎます、日本人には。慣れてないね、そういうの。確かに、まあ、たまにいますよ、駅前で、ね、いるいる。駅前、まあ、バイバイする前になんかイチャついてるカップルとかいるけど、まあ、ハグがセーフぐらいじゃない。チューはもうしないです。チューはしないね。外ではしないです。ハグはすることあるかも。手をつなぐとかはね、可愛いなと思うけどね。ね、法律上禁止ってわけじゃないんですけど、してると周りの人がすっごい見てくるかもしれない。ちょっと白い目で見られちゃう。じゃあ3つ目は、麺は音を立てて食べてもいい。あとスープもズズズズって飲んでもいい。なんか海外ってなんか食べ方のルールあんまないのかなって思ってたら、意外となんか日本よりも音に関して敏感というか、音立てちゃいけないからフォークとかで食べたりするじゃん。でも箸で食べたら絶対に音が鳴っちゃうし、むしろ鳴った方が、あ、食べ方うまいって言われるぐらいなんで。だからなんか逆にさ、なんか海外、普段自分の国で音立てんのタブーだけど、せっかく日本に来てみたらね、一回楽しんでもいいかもしれない、それを。できるかな、ね、なかなかできる。吸えない人もいるじゃん、日本人でもさ、吸いたくても吸えなくてチビチビ食べてる人とかいるじゃん。確かに、ね、できるかやってみてほしい。確かに、どんだけスーって吸えるか。なんか前の過去の動画でカップヌードルの動画出したんですけど、そこでズルズルチャレンジっていうのを、我々の、そう、我々のズルズルもちょっと練習の参考にしてみてください。見てみてね。そうそう、まあなんかそのズルズルとか、その食べる時に出る音はいいんですけど、噛む時に出る音は日本は NG です。たまにくちゃくちゃ食べる人がね、いますが、それは日本ではやったらいけません。これだけ注意です。はい、はい、4つ目。電車では静かに。日本人は結構うるさくしません。私もこの前電車乗ってる時に、目の前の外国人がテレビ電話でもこれで喋ってるの。日本人って大体もう電車で喋るとしたらね、これかイヤホンとかでちっちゃく喋ってるんだけど、
思う。そうです。テレビ電話でこれは私はびっくりした。それはちょっとやめた方がいいですね、日本では。せめてイヤホンしてほしくて、この人の声も電話の人の声も丸聞こえはびっくりしたな。気をつけてください。これは、だからそもそも日本はなぜか電車で電話をしちゃいけないんですよ、そもそもね、でもどうしてもしなきゃいけないっていう時があったら、もうさっきココがやったみたいにちっちゃくこうでこれ、ただ基本的にはすいません今電車なんでって言うと、そう、もうみんな理解してくれるんで、そうそうそう、あーオッケーオッケー後でねってなるから、そうそうそう、一言言うとね大丈夫なんで、そうです、日本社会でも、そうだね、大事な電話でもね、電車の中ですって言えば大丈夫。そうね、あと食べ物も食べちゃいけないし、なるべくね、飴とかはいいけど、なんか禁止ってわけではないんじゃない、なんか暗黙の了解みたいなモラル、なんだ、そうね。じゃあ5つ目お酒は路上で飲んでも OK でーす。これいいよね、なんかコメントにも結構来てた、本当にいいのみたいな、路上で飲んだら危険じゃないとかいろいろあるんだけど、まあ法律的には OK です。ダメなことはない。外国結構禁止多いかもね、えってなるよね、え捕まっちゃうのみたいな、あ禁これ、みたいな。日本はあのコンビニでお酒を買って外で飲むっていうのが結構あるから、最高なのよ夏とかね。だからもう全然路上で飲むんですけど、それを捨てるのはダメです、もちろん。でも捨てる人はほとんどいないです、あんまり。公園とかで飲んでる人多いしね、仕事終わりとか。ワンカンっていう、まずワンカンしようって言って職場の外で1本だけ飲んで帰るとかありますよ、全然最高ですね、最高人に迷惑かけなければ OK です。はい、そうだね。なんで皆さんは日本来たらもうどんどんコンビニでお酒買ってどんどん外で飲んでくる静かにね、そう、騒いだらさすがに通報されちゃうからその方が安いから、うん、ほらストロングゼロとかさ、日本にはヤバい酒があるみたいな、あれヤバい酒って言ってんの、そうヤバいよ本当に、あれ本当にヤバい、クソ強いのにこんなに美味しくて、ジュースみたいなのに、こんなに強い、500ミリでも酔っ払えるから、マジでベロベロまあコンビニのお酒の種類も日本多分めっちゃ豊富なんで、楽しんでくださいね、それも。なんかみんなでさ、ビーチパーティーとかしたいね。ね、日本で、日本で、はい、おかえりみんなで楽しそうじゃない。はい、ちょっとまあ細かいルールを挙げたら他にもあると思うんですけど、基本的に今日言ったことはまあ大きなこと、なんか逆にその私たちは日本に住んでるから気づかない当たり前と思ってることがあるかもしれないので、皆さんがこれ僕の国ではないよとか、私の国ではそんな常識ないっていうことがあったらコメントで教えてくれたら嬉しいです、はい、ということでこの動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ECYJAPANでした。またねー。